リートンソッシーのラジオ歴史小話じゃが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 ずらしてきましたねずらしてきましたよこんばんはこんんばはラジオ歴史小話ラジオ歴史小話始まりましたビジネス相談室ビジネス相談室ビジネス相談室どうしたんですか急にいや急に急にそんないやいろいろテーマを悩みがあるじゃないですか仕事上皆さんなんか悩みあるんですか悩みですか悩みないですかどうですか僕基本悩みなんてないです 羨ましいですね。特に何も考えてないだけなんです。あの僕も正直あんまないんですけど <laughs> ないんですけど、ただまああのやっぱ歴史のエッセンスに紐づくようないい話を聞きたいなということでちょっと振り返ってみたい,い。<laughs> 出てこないですよ出てこないですよ。ちょっ振られ方しても。じゃあ,あのこれ。 止めますか <laughs> 冗談です, <laughs> えですがえっ、ー、と離婚は転職とかってしたことありますか転職ですかはいまあ転職まあ広い意味での転職はしたことありますよ、ね、あそうかそっかそっか会社という会社みたいなそういう転職会社という会社はないですねなるほど僕結構あってですね、はい、ジョブホッパーななんじゃいいかっていうあの あるんですけど、<ー>はい、まあ、あのー、ただ、まあ、パフォーマンスさえ出せばいいんですけど。やっぱ、難しいのが、はい、新しい組織にいいす、ね。パフォーマンスさえ出せばいい。まあ、それはそですね。はい。はい。新しい組織に。新しい組織に。いかに。スムーズに早く。馴染むかと。なるほど。 いうところは一つ難しいかなと関心の高いお話かなと思っていて、はいはい、昔はやっぱり新卒で勤め、うん、上げるみたいなところでしたけど最近はやっぱり3年とか5年のスパンで新しい会社一般的に、ね、なってきてますがやっぱり人間誰しも新しい環境でどうなじむかどうじこれ難しいなと思うんですけどなんか。 お話があればです、ね、聞きたいなですね、まあ、やっぱりこう転職っていう概念で考えるとあの2つポイントがあると思うんですよね。一つはいわゆる、まあ、組織が変わるっていうだけのこと、まあ、同じ職種で例えば SE が A 社から B 社に変わってでも SE の仕事をするやるお仕事は、まあ、変わらないね一緒です組織が変わるケース。はい、もう1 一つのパターンありますよね職業自体変わっちゃう、はい、な SE だった人が、まあ、マネジメントになるっていうのもある意味僕転職だと思うんですよそれまで、はいえー、現場の SE やってたのが同じ会社であっても職種が変わるというか部長になるとかマネージャーになる人を使い始めるってなってくるとまた違った実際プログラムを書く人から変わってくるっていうことでこれも一つある意味転職だと思うんです、うん、職が転じてるわけですから。なるほど でそういったときに僕はお手本になる一人の人がご紹介しようと思うんですけれども、はい、東堂高虎東高虎東高虎っていう人がいて、はい、えと富士の東に銅はお堂の銅、はい、東堂で高い虎って書いて東堂高虎さんっていう人がいるんですけれども初めてこの,この人はあのー、8人もの主君に仕えた。 戦戦国国大名なんです戦国武将なんんででです、ね、8人ですす武将ね人か最初は下っ端の要は、はいえー、一般職総合職から始まって、はい、最終的には、えー、会社のトップに立っていくと、うん、要は幕府っていう親会社の下の、まあ、子会社の社長になっていく、はい、てイメージですかね、はい、まあだから相当な実力者になっていくんですけれども<ー>彼は2つの意味で。はい さっき申し上げた1つ目は8人もの主君に仕えたっていうことで、はい、豊臣秀吉系の人たちとの部下だった時代があって、はい、その後に徳川家康の部下やってるい。<ー>両方の部下やってるんですね、はい、まさにこれって組織がダイナミックに変わってることは間違いないっていうのはイメージつきますよね。え 競合他社に行くみたいなイメージ的にはそうです。もう完全に何でしょうね。えー、だからまあアマゾンからグーグルって言ったらちょっと違うかもう。まあ昔まあマイクロソフトからアップルに行った。まあ今ちょっとイメージまた違う会社になっちゃってますけれども。うん、トヨタから日産みたいな。そんな感じですね。はい、まさにそういうことを。 やってるんですだからそこはあの自分が必ずこう成功するところにしっかりと乗っていくっていうところもう一つは彼自身は、まあ、プレイヤーからマネージャーに変わっていくっていうところだけじゃなくてだけじゃなくて彼は陸軍だけじゃなくて水軍の大将をやったりとかあるいはそういった戦争だけじゃなくてお城を作る能力 高かったんです、ねはあ、ですね幅広いんです彼自身は戦闘、まあ、強いからこそじゃあどういう,うに攻められどう,いう,うに攻められた時の防御を考えたらお城の作り方としていいのかって, <laughs> っていうところとかこういった能力が高かったんですね。加藤清政っていう人有名なあの豊臣秀吉のこう部下で熊本城を作った。 人がいるんですけれどもこの加藤清正と並ぶぐらい東堂高虎っていう人はあの城作りが上手だったというふうに言われています。そのキャリアの年数でいったら決して長,い長さが重要になってるわけじゃない長さという意味でも結構、えー、早い段階からいろいろとあお城作りについてもやってはいるんですけども、まあ、メインでやってたわけではないんですよね。 なのでそういった意味では、うん、いろんな職種を彼自身がやってるそういったことからもう2つの転職をまさに地でいってるすごい営業で成績を残した後におっしゃるとりその後にバックオフィス管理部門に行って、はい、制度設計きっちりやって人事制度を整えるとかとかやったら次採用もやっちゃったり,やっちゃったりとかっていう、うん、そんな スーパーサラリーマンだったんですれ、ね、はすごい人がいたもんでしょう東堂高虎東堂隆虎はいこの人と比べたらもう組織の悩みなんてちっちゃいちっちゃい <laughs> そんな組織 <laughs> <ょ>だって敵対組織に移ったわけじゃないですよねファミマからローソンに移ったりとか <laughs> そういうことしてるわけじゃないですし、うん そうなんですいきなり僕に矛を向いてきま大丈夫大丈夫だから、はい、あのー、こうまさに彼自身が認められていく一つの手段としてはやっぱ能力が高いっていうことあとは言われたことを何でもやっていくうん要はそこでいやそれは私できませんからみたいなそれは私がもともとやってた仕事じゃありませんからではなくて組織に今必要とされてる仕事で、はい、できないものがあれば自分が埋めていくはい っていうところそのマインドっていうところはまさに見習うべきところなのかなと思うんですけれども、うん、一般的にその仕事キャリア積む時に専門性深くその極めるというふうに言われるのが一つのセオリーじゃないですか、はい、その逆でいきながらちゃんと成果を残している、はい、めちゃくちゃ出世してるんですよね彼は32万石の三重県一帯をもらうんですけれども32万石って。 大きさでいくとどれぐらいかっていうと上から数えて多分でも、えー、パッとは思いつかないですけどトップ10にも入ります。すごい。トップ10に入る大きさですね、えー。素晴らしい成果を残されてますね。で,でそのトップ10のうちの何人かはその伊丹仙台の伊達とかあのー、鹿児島の薩摩の島津とかこういったところっていうのは。 もっと32万石より大きいんですけれどももともとあの室町時代とか戦国時代の前からお大名だったんですよ大きいとっていく力だったんですねで彼自身はたたき上げなので自分が一平卒からそこまで大きい会社のマネジメントになっていくっていうところはすごく彼の魅力でもありますし、あのー、とてもあの魅力的な人物だというふうに思っています。はい、で彼の、うん エピソードの中で僕すごくこれは結構マネを自分もあの会社員時代に結構マネをしてたことがあるんですけれども彼の上司徳川秀忠二代目将軍徳川秀忠に案を出しに行く時に部下がまあこの案しかないだろうと1個。 その何個かもう没にしてもうこの案しかないですっていうのを作って東堂高虎のところにまず持ってきたんですはい高虎はその没にした案を付け足して秀忠に提出したんですよね一旦もう捨てられてるんですよ、ね、で捨てた案をあえてくっつけて高虎、はい、は秀忠上司自分のボスに回したんです、はい、で部下はなんでそんなことをするんですかと阻止んでだと思いますなぜなぜその捨てたのは あれですか東堂さん部下が捨てた案を藤堂貴虎が部下は1個だけもうこれしかないですとどう考えたこと他の案とかを比較してもこれしかないのでこの案だけで案提出しましょうってきたのをそのもう必要ないってした案を追加して選択肢を増やした状態で秀忠に渡してるんですね上司に。えなんででしょう選択権は上司にある、はい 要は1個しか部下が挙げなかったら要は部下の選択に上司が従ったことになってしまうとあくまでも判断して選択したのは誰かっていうのはその権限を持っている人間に任せるべきだとだから選択肢を最初からこちらが排除するのは正しくないといくらどう考えてもどう比較して実際秀忠が選んだのはボツにした方は選んでないしそういうふうなえ選ぶようもないんだけれどもあくまでも選択肢は2つ お伺いいを立ててるっていうことが大事ななんだザ・ササララリリーーママンンわけです,ですね <laughs> これは僕もあのどう考えてもっていう時にはいや一応二つ案併記、はい、したんですけれども、まあ、こちらしかないとは思うんですがとかどちらがよろしいですかねみたいなやっぱこれが一つ大切になってくるということで、えー、東堂高虎からキャリアのこと、うん、サラリーマン書生術を習ったということで、えー、今日のラジオ歴史小話としたいと思います。はい 今日はクイズはありますかないですないですかはい、わかりました、えー、ぜひね、仕事に生かしていきたいなと思いますけれどもはい、よろしくお願いします、えー、ラジオ歴史小話をおいては、ソッシーとリートンでした